豆鉄砲です。お世話になってます。よろしくお願いします。お願いしますね。よろしくお願いしますね。本当にお食事中申し訳ないんだけど。あ、そう見える？何も食ってないよ俺。お前ってさ、日頃から行きたいと思ってる？いやそれ何急に。いや、めっちゃ行きたい俺。死にたくはない。うん、死にたくない。俺長生きしたいから結構。あ、そう。うん、いや、これはすごいいいことです。いいこと？相方が行きたいって言ってる。うん、いや、実はね。何が？昔僕、うなぎ屋で働いてたことがあるんですけど。おうおう。あの、うなぎってね、うん、骨だけになってもしばらく動き続けるんですよ。不思議でしょ。不思議だね。これ本当の話で。知らなかったわ、それは。うん、うん、ってことはだよ、うん、お前も動くよな。なんでだよ。俺はお魚じゃないぜ。お前はお魚じゃない。だよね、言ったよね今。そうやってなんでだよ。じゃあ、いや、ほら、うなぎってさ、すごい需要競争にってよく言うだろ。あ、そう、まあ言うね。それって俺、その生きる活力が強い生き物だからと思うんだよ。その気持ちが、奴らを骨だけになっても動かし続けるんじゃねえかなって思ったわけ。あ、なるほどね。で、お前はさっき俺に言ったよな、めっちゃ行きたいって言ったね。俺の持論がもし間違ってなければ、そのめっちゃ行きたいと思ってるお前を、今から、裏に連れてって、骨だけの状態にしたら死ぬと思う。動くと思うんだよ俺は。行こう。行かん行かん行かん。ちょ行こうじゃねえよ。動くかもしれないじゃん。動かねえよ。ちょ待って、結構ひどいこと言ってるぜ。結構ひどいこと言ってるぜ。やめろ、その同じこと言うやつ。腹立つから。でもめっちゃ行きたいと思ってんだろ。あ、じゃあごめん、もう間違ったわ。そんなうなぎほど強く行きたいとは思ってない。いや、なら最悪死んでもよくない？そうなっちゃうのか。難しいな。とにかく俺は骨だけになりたくないのよ。お前、好きなヘアスタイルできなくなるからだろ。ちげえわ、どうでもいい。どうでもいいよそんなの。しょうもないね。ね、しょうもないね。モテようとしてんじゃん。違うよ、そういうことじゃない。カッコつけてさ。じゃあ、その高望みはしてない。モテようとしてんじゃない。高望みはしてないのよ。行きたい。人並みでいいから行きたい。いや、だからお前がそう思えば思うほど、骨だけになってもその動く可能性がどん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 上がっていくから。違う違う、そういうことじゃん。もう俺、骨だけに寝たくねえっつってんじゃん。どんどん上がっていく。違う違う、そういうことじゃねえのよ。そういうことだろ。そういうことじゃねえよ。可能性が上がっていくんだから。いや、骨だけにはなりたくないのよ。すごいウケると思う。いや、ウケるか。ウケるか、俺が骨だけになっても。もう言うわ、すごいウケると思う。いや、ウケないって。みんなもう待ってる。待ってないよ。みんな待ってますよね。待ってないですよね。もう待ちの状態になってるから。本当に？お前が急にいなくなって骨だけの状態になって出てきたら、もうドカーンよ。いや、ギャーよ。いや、ギャーじゃないな、もう、うわあ、これリアルな反応ね。もう、やめろそういうの。なあ、動くと思うんだよ俺は。ちょっと待て、ちょっとおい、落ち着け落ち着け落ち着け。ちょっとお話をしよう一緒に。そもそもお話、そもそもどうやってそんなお前骨だけ綺麗に抜くつもりなんだお前。それはもう簡単、上だけもうちょんと切って、あとはもうチュルンと。人をブドウみたいに。お前ブドウか俺は。もう鮮やかすぎてさ、残された方も喋り出すんじゃない？肉の方も。身の、そう、肉の方も。おー、そいつにはニックって名前つけて。ニック。骨にはコッツって名前つけて。コッツ。東とニックとコッツで、トリオで漫才すんだよ。お前、俺がボケたら両サイドが突っ込む。お前が突っ込めよその場合は。両隣にヤバいやついんだぞお前。ボケはニックとコッツだろ。俺はい、お前。俺は佐藤直樹どこ行ったんだお前。どっちかにせめて佐藤直樹でつけてくれよそれは。まあ、それはそう、お前が二人で決めて。お前が二人でってなんだよ。言ってておかしいと思わないその日本語。とにかくもうやりますから。いや、なんでだよ。もうみんなすごい楽しみにしてるから。いや、やんないやんない。ちょっと待って。そんな言うんだったらお前がやれよ。いや、だし、なんでだよそれは。俺はやっぱ好きなヘアスタイルしたいから。もういいよ。